ジャパンカウントダウン、今週はライブの話題から、注目のメタルダンスユニットベビーメタルが現在開催中のワールドツアー、その日本公演が幕張メッセで開催されました。2010年メタルとアイドルの融合を目指して結成されたベビーメタル、その本格的なサウンドとキュートなボーカルでアイドル、メタルファンを虜にしてきました。さらにその人気は海を越えて世界に、大規模なワールドツアーも行い、各種のメタルフェスにも出演しています。今月に入ってイギリスの有力音楽誌主催の音楽賞を立て続けに2つも受賞、ワールドワイドに活躍中の3人組なんです。今回は実に5ヶ月ぶりとなる日本ライブ、2万5000人ものオーディエンスを前に海外で鍛え上げられたパフォーマンスを披露しました。そんな彼女たちのライブにオーディエンスも全力で応戦、手をクロスして一斉にジャンプする通称ダメジャンプで会場も大揺れ。ライブの最後には初の国内ツアーの開催を発表。まだまだベビーメタルの勢いは止まりません。